こんにちは、森下アットホームの森下です。最近はもういろんなことがありますよね。戦争が起きたり、まあコロナもだいぶ下火になったとはいえ、まだまだ不安な世の中が続いていますね。一方で建材がすごく値段が上がったり、金利もちょっと上がってくるのかなっていうムードの中でですね、なんか今こう家づくりを考えてる人って結構不安になったり、こう何がいいのかなってこう思われてる方も増えてきたんじゃないかなと、そんなふうなこう感じを受けています。でそういう中でですね、今回はですね、私一工務店の社長っていう立場はちょっと離れてね、ちょっと60年間生きてきた一人のおっさんのつぶやきとしてですね、それでもこう家を建てていく、そういう意味っていうんですかね、そういうことについて少しこう、一緒にこう考えていけたらなと思います。はい。ちょっとのけから随分固い言い回しになっちゃいましたけども、やっぱり家を建てることに対する不安っていうのが強くなっても当たり前ですよね。でテレビとか YouTube の動画とか見てるとね、僕も結構好きなんですけど、堀江門さんとかね、それから経済評論家の勝間さんとかですね、そんなこういわゆる論客とか、こうオピニオンリーダーみたいな人たちが、時にこう 家なんか持っても意味ないよっていうなら、堀江門さんなんかこうホテル家なんか持ってなくてホテル暮らしで十分やとかね、ちょっとホテル暮らすのも誰でもできることじゃないとは思うんですけども、そういう持論を展開されてるじゃないですか。家はいらないよねっていう。でそういう中で、この話はですね、別に新しい話じゃないんですよ。もう多分この何十年間かもいる議論をされたりとかされてきた話じゃないかなと思います。ですから僕もどうですかね、40代50代と、このお話を時においていろいろ自分でも考えてきた一人だと思っています。でね、以前も僕動画でこの話をテーマで喋ったことあるんですね。家は若いうちに買う方が得するっていう、クエスチョンで、ちょっと自分なりの考えというのをお話をさせていただきました。それはまずですね、持ち家がいいの賃貸がいいのっていう議論ですね。でその根本になるのは、どちらが経済的合理性があるんだろうかっていう議論だろうと思います。だからまさに堀江門さんなんかを代表される方の意見っていうのは、そんなの全然得しないよ、もっと自由に行こうよってみたいな、そんな感じだろうと思うんですけども、僕はそれに対して思うものはね、堀江門さんは僕嫌いじゃないし、面白い人やし、すごい人生歩んでるな、羨ましいなって思う方なんですけども、僕が一個人になった時にいつも考えるのはね、50代とか、僕も60代になっちゃいましたけども、そういう年になって人生に望むものって何なのかなっていうところなんです。で例えば僕の友人でもすごい車好きとか、めちゃくちゃ旅行が好きやとか、コロナでちょっともう出られへんかったけども、爆発的にこれから海外旅行行って取り戻すぞみたいな、そういうご夫婦もいるじゃないですか。そういうなんかね、個人の趣味嗜好とか、それも一種のライフスタイルだと思いますけども、そういうことを重視するっていう人生もあればですね、僕なんかどっちか言うとですね、せいぜい行って女房と近場の温泉行って、あとはゆっくり家で家の畑ごそごそしたり、好きな、僕大工のせがれなので大工仕事みたいなしたりみたいな、そんなような、でいつもこう女房とこう、迷惑かけながらですけども、そんなふうなことをやる、割と家族が主体っていうような、生き方みたいなもんはこうやっぱり、これ両極にする必要ないかもしれませんけど、あると思うんですよね。でその時に僕はいつも言うのは、例えば新築建てました、で今のこれまでの日本の感覚だったら、新築建ててですね、なんか急に問題起きて家を手放さなあかんって言った時に、たった数ヶ月しか住んでなかったもんですね、家売ろうと思ったらもうその、半分になることは少ないと思いますけども、何割もその借りてる金額より安くじゃないと家が売れないという現実があるんですよね、実際今やったらね、まだね。でそういうことから言うと、資産価格の価値の下落がある以上はそれは合理性ないじゃないかっていうものになって言うんじゃなくて、その50代とか60代になった時どんな生き方を望むかいうことによって、家があった方がいい場合もかなりあるよ。でもしあなたがそういう価値観で、資産価値の下落以上にそれ以外の何かの価値を家づくりを置いて求められるならば、別に家づくりやればいいんじゃないのって、世間なんか関係ないよっていうことを僕申し上げたんですよね。でこれは今も
正直あまりこう気持ちとしては変わっていないです。だから別に工務店の親父やから画面飲水したいから家建ててほしいってことじゃなくてね、これ僕の娘でやっても孫でやってもそういうふうに決めればいいんじゃないか、だから別に賃貸でもいいと思うし家を建ててもいいっていうことなんですよ。でそういうことの中で言うと、まだこうなんていうんですかね、こうあの、まあそうは言うけどっていう中でちょっとね最近、まあ、僕も60歳なんでこんな本が気になるんです。本当の定年後で60歳から80歳の仕事の実態みたいな、これまあ坂本隆さんって方が書かれた本ですけども、まあ要はこのいわゆるシニアって言われてる人たちの生活実態というものを、まあ、淡々と事実をこう書かれた、まあ、まあそういう本なんですね。でまあコロナが興味深く僕読ませていただいたんですけど、まあどうしても家屋なんで工務店の親父なんでちょっと住宅関係の話っていうところにも目が止まって、まあこういうふうに読んでいくとですね、まあ実際今事実としてね34歳以下の人は 51.1% しか持ち家じゃないそうです。で一方ねこれは40代後半になるとも 8割の人が持ち家になってる。そして60代の前半に至ってはもう9割以上の人が持ち家を持っているっていうことなんですよね。でそれでまあ何が今起きてるかということは、その人たちがその今の状況で非常に苦しい思いをしている、要は経済的合理性がなくて貧乏してるかっていうと結構安定した生活をされているよっていうことを、まあ、事実の積み重ねとして語られているんですよ。で何て言うんですかね、ほとんどのこの方たちはですね、まあ、40代の30代40代家買ってるんですけども、今のシニアっていうとまあ言ったらバブルの時代に住宅価格がもう今ほぼその物価の上昇関係の今ぐらい以上に上がってて、しかもですね住宅金融公庫の利息が 5.5% なんて言って、もう超今から思えば高金利の時代に家を買ってて金利も負担してるし住宅価格も高かったんだけども、この60代になってる人のほとんどがですね今はローンは返してない。つまり居住費に関してはもちろんメンテナンス費用なんかはかかってますけども、まあそういわゆる家賃みたいな感じで負担っていうのはすごく小さい。まあ、平均すると40代が5万以上のまあ、ローンの返済とか家賃がかかってるところに持ってくると60代はもう1万円台になってるぐらい、まあ、事実はそうなんだ。でなのでまあなんていうんですか、家を買って苦しかったかというとそんなことないんですよね、現代の事実を見てるとっていうことを書かれた本になります。でね、僕ちょっとそれを見た時に自分がどうしても工務店の親父なんで家建ててほしいフィルターみたいなのがやっぱりなんとか拭えないとこあるじゃないですかね。多分皆さんもそういう見られると思うんですけども、そういう中でね、でもね事実としてそうなんだったら一体何がその人たちに起きたんかなっていうことをこう少しこう俯瞰するというか現実的に考えてみた時に、僕はパッと浮かんだ言葉が強制力っていうやつなんですよね。やっぱりその人間ってですね強いプレッシャーがかからへんかったら安気に流れるというか、ややこう放慢的になるというか、まあまあ言う、まあ、平たく言うと無駄遣いしてしまうみたいなところがこうあると思うんですよね。でやっぱり住宅ローンという借金を抱えた以上は返していかなあかんっていう猛烈な力がかかってくるので、そのやっぱり生活を利してちゃんと返済していくっていうことができるんですよ。つまり有能なマネージャーを雇って厳しく管理してもらったみたいな状況がその人たちに起きたんじゃないかなと思ったりするんですよね。だから、まあ、よく僕そのお客さんの話の中で言うんですけども、例えば太陽光発電は得か損か論はいつも言うんですけども、得より損より一番大事なことは乗せた限りは売電したものに関してはしばらく、まあ、10年ぐらいは向こう10年ぐらいコツコツ貯めてくださいねと。一番あかんのは太陽光発電乗せて売電収入を得た分を生活費に使ってね、ランチ行ったりとか高い服買ったりしてしまって浪費してしまったら得も損もなくてただ単にお金が流れていくだけになっちゃうからっていうことを言うと、その時に僕よくそのソーラーローンっていう借金にして無理やり返していったらそれを管理者みたいな金利はいるけどもそっちの方が実は生活に一本芯が通るみたいな話をすることがあるんです。これつまり強制力の話なんですよね。なのでそういう視点で考えた時にその経済的合理性っていうものとなったまた違う次元のね
人の営みっていうところがこう結構あるんじゃないかなと思ったりします。でこれもさらにまあ興味深くてですね、こう表題見ても面白いんですけども、あの年収は300万以下が大半とか、生活費は月30万弱とか、本当に稼ぐべきは月10万とか、70代のまあ働いてる就業率は 45.7%、 約半分ぐらいの人がね70代でも働いてるとかね、で持ち家は賃貸よりも良い選択っていう風に書かれたりとかって、こうやってこうまあなんか結構今まで思ってたこうね、あの定年退職したらなんかこうリタイア生活みたいなんじゃなくて、あの幸せなシニアライフを送ってる人たちっていうのは実はもう意外に住宅費に関しては決着をつけてて、持ち家があるということはこう結構地元に根ざす暮らしになりやすいので、あの地域のコミュニティとのつながりを強く持ってるってことを書かれてるんですよ。でそれでいくとですね、なんかで70歳になっても、まあ、月10万程度でもよくて、あの若い時のような責任を負うようなバリバリとした働き方じゃないけども、ゆるくそして昔培ったキャリアを生かしながらやってる人、そしてその分時間に余裕がある分を地域の人たちとのお付き合いとか奉仕とかに使われてる人たちが実はとっても幸せな暮らしをしてるよねっていうことが、まあいろいろ読んでいくとこう表されてるみたいな、そんなイメージになりますね。でこの方がね書かれてるフレーズをちょっと抜き出していくと面白いのがですね、住宅購入は若い時に子育て世代に買うっていうのが多いんですけども、いや判断が遅すぎることはないですよと、子育てが終わって人と達して一段落してから自分に身の丈に合った小さな住宅を購入するという選択も十分に合理的であるっていうふうに、まあ、この人は一つ結論付けられたりしてるんですよね。なんでね、だからこのそういうふうな視点も一つ持っていただいて、やっぱりその自分の価値観で家持った方がいいっていうことは分かってるんやけども、なんかそのことでって迷われるんだったら、僕ちょっとこういうそのこう積もり積もった日本という国で起きた事実も少し俯瞰して眺めていただいたらいいんじゃないかなということで、これ今日紹介したかったんです。でさらにね、この坂本さんはですね、資産性のある要は価値ある住宅っていうものは自宅担保で借り入れで、まあ、こういうスキームをリバースモゲージってまあ有名なやり方があるんですけども、つまり自分がその最後死んでいく時には金融機関等に担保で差し出してですね、その分借り入れをして、もしその貯蓄とか生活費少なかったらそれで余生を過ごすというやり方も案外なるんだと。だからホリエモンさん的に言うと不良資産みたいな感じだったが、実は生活防衛のための保険のようにも使えるっていうこともあるから、その資産性のある住宅ならば家を持つということも全然悪くないんじゃないかなということも重ねておっしゃっています。で僕今なんていうんですかね、ここ10年ぐらい自分がやってる家作りっていうのは、まあいえば一言言うならこの資産性の高い家作りだと坂本さんの著書を見て気づかされたんですけども、まあ、どういうもんかというとね、例えば、冬はあったかい、夏涼しいとか、光熱費があんまりいらないとか、それから、素材重視で作ってて、例えばヨーロッパなんか行くとね、もう築100年ぐらいの家やけど、なんとも言えんこの100年の歴史が刻まれて味わい深い家あってですね、実は新築価格よりその100年の家の方が高い値段で流通されたりしてるという、まあ、アメリカなんかもそうみたいですけども、そういう事実があるじゃないですか。で確かに日本っていう国は戦後すぐに復興せなあかんからあんまり質が高くないけども、とにかく雨風でしのげてとりあえず生活できるところ作ろうやっていっぱい建てたっていうことがあるから、今日本の住宅中古市場ってあんまり整備されてないし、やっぱりすごい家のに安く買い叩かれるということもあるとは思うんですけどね。これはなんか僕どうやら日本っていう国はここからじわっと変わっていくんじゃないかな、でそんな予想もしてるんですよ。だからこの瞬間はまだその買い叩かれるかもしれない、でもそういうことが成熟して進んできた時には価値あるもんは価値ある値段で流通するんじゃないかなっていう、そんな気持ちも持っています。先日もね、車好きの人からこんな話聞いたんです。ミニって車あるじゃないですか、僕も結構好きなんですけども、車ですね、中古車の方が新車より高かったりするらしいですね。でしかもミニの好きな人たちが集まるそういうカーショップではですね、
本当にミニに対する思い入れとかミニに対する目が利く人たちっていうのが絶えず行かれるので、本当にあこんなに大事に乗ってる車だったらもうぜひ高く譲ってほしいとか、買いたいっていう、そういう人たちがもういっぱいいてるっていうですよ。だからね、本当に、ちょっと言い方悪い、その辺のこう買い取りショップってあるじゃないですか、あんなところで絶対売らないでくださいね、全然ミニはミニが好きな人のところに持ってきてくださいねって言われたんですよって聞いて、多分ね価値ある家が欲しい人っていう人たち の市場っていうものが多分こう作られていくんじゃないかな。そうするとね、皆さんこういう時代だからあんまり無理した高い家っていうしてはどうこうじゃなくて、その家は価格に対して価値があるか、つまり僕は一つは分かりやすい仕様としては高性能であるとか、で素材が使われてて飽きが来ないとか、古びても味が出るとかですね、でそれからスペシャルすぎずほどほどに中庸で、なんていうんですか、多くの人が好むような家になってるかとかみたいな視点で、そして自分らしさをそこで表現できたら、なんか家ってそんなにリスク資産なのっていうような気もするんですよね。もちろん僕今60歳なんで、そんな、そんなに若い人みたいに50年もこれから生きることはないと思うので、無責任なこう言いっぱなしのジジイのたわごとかもしれませんけども、でもやっぱり日本っていう国がこれから多分ヨーロッパのように成熟していく、そういう国家になっていくということはもうまず間違いないと思いますし、今衰えたとはいえ今でも世界一のお金持ち国なわけなんで、やっぱりお金を持ってて価値あるものは買いたいっていう人がいてる以上は、そういうふうに考えて家を建てるのであればですね、あなたにもし今そのいわゆるその資産価値下落っていう今ある価値観の縛り以上にですね、あなたにも家を持つという価値観が大きいんであるならばね、もうぜひねこういう時代でやっても勇気持って家作りをされたらいいんじゃないかなと思います。でその時はですね、そういう価値観にことがよく分かる、そういうことを踏まえた家づくりを考える人としっかりタッグを組んでね、家づくりとか大規模リノベーションとかそういうのをやってもらって、あなたのお家を十分にこう何て言うんですかね、愛着持って過ごしていただけたらいいんじゃないかと思います。はい、年も変わって新しい年が近づいてくるっていうことなので、来年こそはっていう方も多いと思いますんでね、ぜひね勇気持って、家族と、ね、奥さんとか旦那さんと力を合わせて進んでもらえたらと思います。はい、こんな感じでね、いつもこんな感じで家づくりの話ざっくばらんにしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。